日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は増えると減るについて。増える、そして減る。はいはいはい、こんにちは皆さん。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？僕は今日も元気ですよ。でもちょっと疲れてる。はい、ちょっと疲れてきました。はい、ちょっとあのね、まあ最近そうですね、少しあの家のいろいろな仕事が増えてきました。はい、まあ掃除とか、洗濯とか本当に多い。まあ、最近だけじゃないんですけど、子供が小学生ですからね、たくさん洗濯物がありますね。子供はたくさん汗をかくから、洗濯物が多い、ね、洗濯が増えてきた。はい、そしていろいろ学校のこととかね、そういうこともいろいろなことが増えてきましたね。はい、増える、ポッドキャストの、リスナー、ね、ポッドキャストを聞いてくれている人も増えてます。素晴らしいこと。生徒さんも増えている、ね、生徒も増えているし、お金はまあ少しだけ増えてます。少しだけ、本当にたくさんじゃないですね。あの、嘘じゃない、少しだけ増えてます。減る、減ったということね。減ったもの、最近減ったものですね。最近は自由な時間ですよね。時間が減りました。はい、仕方がないですよね。仕事が増える、お金が増える、そして時間が減る。はい、あとお酒を飲む量は増えた。はい、悪いことかな。お酒を飲む量、ね、お酒の量が増えた。でも最近コーヒーですね。僕はコーヒーを飲む量が減りました。コーヒーは1日1杯だけ、ね、前は2杯とか3杯飲んでましたけど、今は必ず1杯だけですね。コーヒーの量は減りました。運動ですね。運動、最近散歩をよくします。散歩をする日が増えた。テレビを見る日が減った。はい、テレビを見る日は減りました。映画を見る回数と言いますね、何回か。映画を見る回数も減った。ポッドキャストを聞く時間は減ったな。はい。忙しいですね、最近ね。はい。本を読む時間は増えました。はい。本を読む時間は増えた。まあまあまあ、いろんなものが増えたり減ったりします。皆さんどうですか？ね。仕事が増えても時間は増えない、ね、時間は大事ですよね。それではチャオチャオ、アスタレゴ、またね、またね、またね。